どうも毎度お騒がせしております。本を読んだら最高の景色、福沢です。今回の動画のタイトルは、せーの。超二流を目指す勇気。自分らしさをフルに活かして、超充実した仕事人生を送りたーいです。はい。そして、参考にさせていただいた書籍がこちらの。大井俊一先生が書かれた、超二流への進化で仕事が変わる。組織が変わる。個人と組織を活かす。 新しい生き方です。はい。まずは著者の経歴からチェックしていきましょう。今日の本のようなビジネス実用書は特に著者の実績は気になるところですよね。著者の大井さんは九州大学卒業後、科学系製造企業にて研究開発、学術面での営業支援に従事され、 その経験をもとに企業で社員研修の講師や講演活動を行われています実際のビジネスの現場で数多くのビジネスを教育されてきた方のお話には説得力がありますよねまたそれらの活動をもとに多くの書籍も出版されています今日取り上げる本以外にも心で勝つリーダーシップリーダーシップ組織を支えるリーダーへのメソッド理系力を生かすキャリア開発 などビジネスパーソン必見のタイトルが目白押しです組織を引っ張るリーダーたちから多くの支持を集められているみたいですねさてここからは本文をチェックしていきましょうまず本書の前書きにはこう記されていますビジネスパーソンにとっての最優先課題は組織に必要とされる存在価値を確保することですそのためにもベテランの域に達したビジネスパーソンが 超二流への進化を選択することとは大事な発想だと思います組織の中で自分の進化の道筋を見定めるためにその第一歩としてまずは自己分析から入っていきましょうふむふむベテランと呼ばれる年齢になって自分を客観視した時成長している自分が感じられなかったり組織への貢献度に限りを感じるということはいつの時代にも共通するビジネスパーソンの悩みだと思いますでも ここで改めて自分の特性と向き合うことができれば超二流としてますます活躍していけるはずですそこには超一流とは異なる新しい価値があるのではないでしょうかほう考えてみると組織は一流だけでは決して成り立たないですもんねそして一流と言われて昇格していけばいずれ誰もがどこかで二流化していくものです 超二流という概念はみんなに勇気と可能性を思い出させてくれる素晴らしい着眼点ですなんだかワクワクしてきましたそれでは一緒に読み進めていきますよまずは目次をご紹介しますはじめに第一章自己特性の確認と超二流への進路の選択第二章組織協会の超二流パーソンの参画第三章 個人ワーク型ススペシャリスト思考による超二流への進化第4章プロジェクトワーク型プロフェッショナル思考による超二流への進化第5章チームワーク型ファシリテーター思考による超二流への進化第6章参謀型インフルエンサー思考による超二流への進化終わりに第1章ではまず超二流への4つの道筋が紹介されています。 今後の各省で必要になる知識ですのでチェックしていきましょう1個人ワーク型スペシャリスト思考自己完結が可能な技術力専門力をもって自己発言を果たすことができその個人力で組織に貢献します2プロジェクトワーク型プロフェッショナル思考 プロフェッショナルとしての専門力を組織横断的な課題解決型プロジェクトチームに参加するなどによって発揮したいと考えるタイプ医療域のプロフェッショナルと共同する中で大きな課題解決部門レベルの組織貢献を図りたい欲求を持っています3チームワーク型ファシリテーター志向生産現場や営業現場経営スタッフ部門などでの複数の経験を持ち あるいはファシリテーション手法を学んでいて専門性に乏しくても経営センスがあり人的ネットワークを持ち調整能力があります4参謀型インフルエンサー志向ユニークな発想力課題発見課題解決への企画力があり冷静な分析力で経営戦略や組織の全体最適志向に影響力を示します以上が超二流への4つの道筋です大丈夫ですか しっかり頭に入れてておいいくださいねまたショーの終わりには次の一文が紹介されていますあなたはまだギブアンドテイクで人生を決めているのか今与える人こそ幸せな成功者となるうーん刺激的な一文です自分自身の成長を考えると同時にこのメッセージを頭の隅に入れておくのも意味がありそうですよさあ次に行きましょう 第2章は組織教会への超二流パーソンの参画について特に第2節の組織ニーズに適合する超二流パーソンの特性は第3章以降の超二流への進化を理解する上でとても重要な箇所です福沢的にも力を入れてお伝えしたいのでしっかりついてきてくださいね第2節「組織ニーズに適合する超二流パーソンの特性」では組織の4段階である 開発期型、型創業期型組織、成長期型組織成熟期型組織衰退期型再建期型組織のそれぞれについて第1章で説明した超二流への進化の4つのタイプ個人ワーク型スペシャリスト思考、プロジェクトワーク型プロフェッショナル思考、チームワーク型ファシリテーター思考、参謀型インフルエンサー思考のどれが適しているかを考察していきます。 それぞれの4段階について一つずつ取り上げていきますので皆さんも今自分が属している組織がどの段階にある組織なのかそして自分自身がどのタイプなのかを踏まえて読み進めていってくださいねさあ行きますよまずは開発期型型創業期型組織から見ていきましょうこの段階の組織には個人ワーク型スペシャリスト志向と 参謀型インンフルエンサー思考が適しています特に後者に関して著者は「経験を積んだ戦略志向で視野を狭くしているリーダーを補佐・補助できる参謀型超二流の人材が求められる」「また冷静な判断で組織メンバーにあるべき方向への影響力を示す」「静かなるインフルエンサー的人材も貴重な存在になると述べられています」 全てにおいてのワンマン体制では遅れを取ってしまいますよねアクセルとブレーキのバランスが組織成長のカギです次は成長期型組織についてこの段階の組織にはプロジェクトワーク型プロフェッショナル思考タイプとチームワーク型ファシリテーター思考タイプが向いています後者について大井先生は成長期の後期に入ってくると社内外の多くの情報が入ってきて商品の市場価値が見えてくる その時リーダー一人の知識知恵では対応できない段階に入っていることに気づくことになる前線部隊の現場情報と経験値を生かす必要性を感じるはずであるそこで周知を集めた組織の知を現状からの飛躍に活用しなければならないとまとめられていますまさにファシリテーターの役割を担える超二流パーソンが必要とされるのですね 3つ目は成熟期型組織について。ここでは個人ワーク型スペシャリスト思考タイプとチームワーク型ファシリテーター思考タイプが向いているとされます前者の個人ワーク型スペシャリスト思考タイプに関して組織が安定期に入ると将来への危機感を持つ個人あるいはごく少数で変革の目を見つけるしかない小さなトライエラーを繰り返してみることになる 組織の潮目を変えるのは同調圧力に屈しない個人ワークができる愚直な人材であり説得力のある専門性に優れたスペシャリスト志向の超二流の役割だと考えると述べられています同調圧力に屈しない勇気が超二流への進化を左右するのですね4つ目は衰退期型再建期型組織についてここでは参謀型インフルエンサー志向タイプと プロジェクトワーク型プロフェッショナル思考タイプが適するとされています後者について大井先生は V 字回復を目標に課題解決の組織横断的プロジェクトチームが次々に編成されるプロジェクトワーク型プロフェッショナル思考の超二流はプロとしての専門領域を持ち少数の専門集団でのリーダーシップは経験してきている状況に応じてプロジェクトチームのリーダーを担いあるいはチームリーダーを補助 保管する役割を担って、業績の V 字回復に貢献するとおっしゃっています。いかがですか？自分が目指すべき方向が少しずつ見えてきたのではないでしょうか。特にこの部分は、すべてのビジネスパーソンに役立ちそうです。すごい本ですよね。以上で、第二章は終わりです。第三章以降は、この四つのタイプについて、それぞれが超二流へと進化していく方法論が述べられています。 深掘りしていいきたいところなんんですがすがみませんここからは概要をお伝えしていくことになりますのでご勘弁ください第3章は個人ワーク型スペシャリスト志向による超二流への進化について超二流レベルのスペシャリストとしての個人ワークは激しい環境変化に素早く対応できる利点を持っています事業展開にあたって社内外から求められることは著しく多様化しています それに対応していくためには多様なスペシャリストの存在が必要で近年のこの流れは超二流パーソンの個人ワーク思考への広がりを後押ししていると言えるでしょう二つの事例をもとに進化の秘訣がまとめられているのでこのタイプに該当する方は要チェックですよ第4章はプロジェクトワーク型プロフェッショナル思考による超二流への進化について感性リーダーシップ 営業力の3点に注目してて考察されています続く第5章はチームワーク型ファシリテーター志向による超二流への進化について自分なりのファシリテーション手法を発揮してチームワークをより高度に導き組織の成果に貢献したいと思うとき改めて何を学び直す必要があるかそれは信頼関係とコミュニケーションですそして最終第6章は 参謀型インフルエンサー志向による超二流への進化についてこのタイプの人は日々判断に悩む多くの課題に対して思考や行動にブレが生じないようにしなければなりません自分自身に対する明確な基準を持つために5つの行動指針が提示されていますさて今回は超二流への進化論について概要をたどってきましたが全てのビジネスパーソンに役立つ 個人と組織を生かす新しい生き方が一冊にまとめられているってすごくないですか福沢的には今日の話はビジネスに限らず様々な場面で活用できるのではないかと感じています。人生100年時代と言われる中で企業人、ビジネス人、そして一人の人間として充実した人生を送りたい という方は、ぜひ、概要欄より Amazon に飛んでいただいて、電子書籍オンデマンドで読んでみてください。最新の動画を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。みんなで最高の景色を一緒に作ろう本を読んだら最高の景色福沢でしたお騒がせしました